どうかしたか。え、ああ、別に何でも。そうか。それより上流、これから暇？またステイル行こうや。この前楽しかったし。ああ、いいぜ。ほな出発。お酒やお酒。あんたの方は仕事大丈夫なのか。ちゃんと終わらせてから飲んでるんです。できる女でやらせてもろてますんで。ふん、そりゃお見それしたな。上流もこのお店気に入った？ああ、いい店だ。ふん、せやろ。ネットワークの方は順調なのか？そりゃもう上流も大活躍やしね。評判を聞きつけた新規のお客さんがひっきりなし。お力になれて何よりだ。ただその割には浮かない顔をしてるな。え、そう？そんなことないやろ。さっきはため息もついてた。嫌なこと覚えとんね。ボスの様子を気遣ういい部下だろ。まあそうとも言えるか。大きにな。上流が心配しすぎるからなんかハードル上がってるけど、ほんまに大したことないんや。そうなのか。前に上流聞いたやろ、赤目ネットワークなんか作って何がしたいんかって。ああ。うちな、ほんまは歌手になりたかったんや。歌手に？それがネットワークと関係あるのか。そう思うやろ。でも終わりなんや。もう何年前になるやろ。うちは裏社会とは何も関係ないただの田舎もんやった。歌手を目指して蒼天堀に来て、バイトしながら路上で弾き語りしてた。ネットに動画上げて CD も手売りしてな。そうだったのか。いつか誰かがうちを見つけてくれると信じてやっとったけど、誰も見向きもしてくれんかった。芸事で成功するには巡り合わせも必要だからな。フォローを機に。でもある時ホームレスのおっちゃんが一人うちのこと見かねて、やっと CD 一枚買うてくれたんや。お仲間も連れてきてくれて、冗談半分で赤目ちゃんはわしらが売り出したるなんて言うてね。気のいい奴らじゃねえか。うん、ずっと寂しかったからそん時は思わず泣いてもうたわ。それからやな、あの人らとつながりができたんは。うちはバイト先で出た廃棄するお弁当をこっそり分けてあげて、ホームレスの人たちはうちの宣伝をしてくれて、そういうささやかなやりとりが積み重なっていくうちに今の赤目ネットワークが出来上がったんや。そういう経緯があったのか。じゃあ赤目ネットワークってのはもともとあんたのファンクラブだったってわけか。そうとも言えるかな。ネットワークのみんなのおかげで一時期順調に CD が売れ出してな、蒼天堀で結構名が知られるようになったんや。ほう。そしたらとあるホテルグループの偉いおっちゃんがうちの歌に惚れた言うてくれて、新しく建てるホテルのステージをうちに任せたいってオファーをくれたんや。順調に話が進んでるように聞こえるが、何か問題でも起きたのか？はあ、そういうこと。そのおっちゃんのグループ会社にはいつの間にか妙な会社が紛れ込んどったんや。それが近江連合のフロントと気づいた時にはもう後の祭り。
好き勝手しゃぶり尽くされてグループは崩壊しとった。当然うちのステージの話もおじゃんってわけや。そんなことがあったのか。なら近江には心中穏やかじゃないだろう。キャッスルの仲介役なんてよく引き受けてるな。しゃあないわ。この町で近江に睨まれたら誰も生きていかれへん。持ちつ持たれつの関係に持ち込めただけでラッキーや。仲間を守るためか。あんたは立派だな。生き残るのに必死やっただけやって。ちなみにな、さっき言ったホテルがもし予定通りちゃんと完成してたら金ピカの大阪城になるはずやったんや。どっかで見たことない？まさかキャッスルのあの城は。そのまさか。おっちゃんの作ってたホテルがいつの間にか船の上に鎮座しとった。ほんま人をバカにすんのもええ加減にせえって思うわ。うちの夢の舞台になるはずやったもん。まあそれがケチのつき始めで、だんだんうちの歌手としての人気も落ち始めて、逆にネットワークの方はどんどん大きくなっていった。そんでいつの間にか歌手の夢はどっかに行ってしもた。まあうちにはこっちが天職やったってことやね。青臭い夢を抱いてた時もあったっちゅうお話でした。笑わんといてよ。諦めていいのか？諦めるも何も、どっちみち叶いっこな夢やったっちゅうこと。なら、なんで今あんたはそんなに浮かない顔をしている？そうなんよね。なんでなんやろ。成り行きもあったとはいえ、アカメネットワークは今のあんたにとって大切なもんだってことはわかる。なら欲張っちまえばいいんじゃねえか。欲張る？仲間も守るし夢も追う。あんたくらいできる女ならできないことじゃないだろう。上流。これまでの苦労も知らんで勝って言うてくれるわ。他人の特権だ。でもお気にね。やっぱり上流と話してると少しだけやけど気が晴れるわ。そりゃ何よりだ。本当に少しやけどね。手厳しいな。ちょっと湿っぽくなってもうたからな。気を取り直して飲み直すで。お手柔らかにな。なあ上流、今度時間ある？ちょっと相談したいことがあんね。相談？ああ構わないぜ。そっか、じゃあ早速行こう。それで相談したいことがあったんだろう。うん、前に話したやろ、うちが昔歌手になりたかったって。昔か。ああ聞いたな。そん時は路上で弾き語りするのがメインやったんやけど、それを撮影してネットに動画としてもアップしてたんや。ああそれも前に言ってたな。そんでこの前な、その動画を見た言うてメールが来たんや。
上流は知らんと思うけど、大手の音楽事務所から。ほう、それでなんて内容だったんだ。今度新人発掘のオーディションをやるから参加してみないか。参加するなら採点を優待するって。つまり向こうはあんたをかなり買ってるってことか。そういうことなんかな。だが仕事の方はいいのか。赤目ネットワークはあんたがいないと回らないだろう。そうなんよね。あんたらしくね。両方なんとかしてみせるって言うと思ったんだがな。そういえば前にも言うてたね、両方欲張っちまえって。ああ、そうやね。確かに二度とないチャンスかもしれへんしね。なら受けるんだろ、オーディション。そうやね。うん、受ける。上流に話して吹っ切れたわ。いつもお気にな。お安い御用だ。でオーディションってのは何をするんだ。オリジナルでも何でもいいから、その場で一曲披露するって形。なるほどな。大手のオーディションともなれば競争相手も多いんだろうな。ちょっと嫌なこと言わんといてや。あかん、今から緊張してきた。おいおい、あんたらしくねえな。いや、あかんわこれ。上流、ちょっとなんかええこと言うて。緊張がパッと解けるやつ。ライバルたちをジャガイモだと思ったらいい。どういうこと？ライバルだと意識しちまうから緊張するんだ。その辺に転がってるジャガイモだと思えば緊張しようもないだろう。そういうこと？いまいち。おいおい、人がせっかく嘘嘘。ジャガイモはともかく、上流が真面目な顔しておかしなこと言うから、そのおかげで緊張解けたわ。ならいい。よし、腹くくった。オーディション受けて歌手の道つかむし、ネットワークも守ってみせる。ああ、その息だ。じゃああんたの勝利を祈って。うん、乾杯。どうした、なんか緊張してないか。前に話したやろ、大手事務所のオーディション。ああ、歌手デビューの夢が叶うかもって話したよな。そのオーディションが今からなんや。そうだったのか。そりゃ緊張もするな。あかん。上流、なんか気の利いたこと言って。もう言葉は必要ない。あとは本番あるのみだ。気の利いたことが思い浮かばんかっただけちゃうの？それもある。なんやそれ。まあええわ。よし、じゃあ行ってくる。上流はステールで切符を待っといて。ああ、わかった。あんたが上流さんか。赤目の仲間か。おお、そうそう、よかった。じゃああんたで間違いないんだな。ああ、それでどうかしたのか。頼む、赤目ちゃんを助けてくれ。赤目を？
何があった？前からうちと対立してる半グレグループがあってよ。そこと大喧嘩が始まっちまったんだ。それで赤目がどうした？赤目ちゃん、オーディションの予定だったのに、これ以上怪我人を出さないように話しつけるっつって敵方のアジトに乗り込んでいっちまったんだ。アジトの場所はわかるか？ああ、小福町西にある雑居ビル地下のはずだよ。わかった。あんたたちは絶対に手を出すな。赤目の思いを無駄にするなよ。もちろんだ。すまねえ上流さん。あんたの腕っぷしは赤目ちゃんから聞いてる。あんたしか頼れねえんだ。頼られるのは嫌いじゃねえ。赤目。ああ、誰だてめえ。上流。オーディションはどうした？アホ言わんといて。仲間見捨てて夢追うほどうちは腐ってへんわ。バカだな、あんた。あとは任せろ。ああ、こいつか。最近ネットワークに入ったって用心棒は。耳が早いな。だが肝心な情報が抜けてるぜ。ああ、お前らは知っておくべきだった。その用心棒は怒らせちゃいけねえってな。行くぞ。怪我は？うちは大丈夫。それよりみんなは？大丈夫だ。そっか、ほっとしたわ。さ、まずは傷の手当てだ。ほんまお気にね、上流。正直ピンチやったわ。気にすんな。それより本当に良かったのか、オーディションは。オーディションなんて世の中で腐るほどやっとる。そのうちの一つがポシャっただけや。うち決めたわ。やってるオーディション片っ端から受けまくったる。うちという存在を世に知らしめたるんや。大丈夫そうだな。当たり前や。上流には助けられっぱなしやね。ああ、人使いの荒いボスだ。何言うてんの、
まだまだこれからもバリバリ協力してもらうで。ネットワークの方にもな、以降目標ができたんや。ほう。蒼天堀におるホームレスの人たちが誰も食べ物も住むとこにも困らんようにする、ええ目標やろ。ふん。街中のホームレスをあんたの部下にするってことでもあるよな。大した野心家だ。当たり前や。夢はでっかく持たんとな。じゃ、改めて乾杯するが、あんたの二つの夢が叶うことを祈って。うん。乾杯。乾杯。上流。上流。どれにするん？バッチリ頼むで。どれにするん？頼むわ。ああ。
手間取らせやがって。おい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。これは。
ようこそ。チックなレースをいつも見せてくれる私のお気に入りのコースだよ。今日はどんな奇跡が起こるかな。コースにそびえ立つ巨大なループ。パワーとスピードで突破しよう。行くぜ。俺のズドンパチ。挑戦者のマシンは友達と組み上げた特製カスタム。この友情パワーに上流くんはどう挑む？注目の上流くんは青レーン、対する挑戦者は赤レーンだ。まもなくスタートだよ。集中集中。レディー、まずレーンからな。スタート。勢いよく飛び出した。まずい。止められねえ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。なかなかやるな。マシンはうなりを上げている。早すぎるやろ。悪くねえな。コースアウトには気をつけてね。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。上流くん見事な中線、余裕の突破だ。トップを走り続けている。レースの後半戦に突入。安定した走りでコースを駆け抜けているね。足元をすくわれないようにね。いよいよファイナルラップだ。上流くんのマシン豪快な走りで一回転だ。
フルスロットルだ。激しい一騎打ちの勝者となったのはジョイ。俺の勝ちだ。はあ、絵で、ドラマチックなレースをいつも見せてくれる私のお気に入りのコース。コースにそびえ立つ巨大。頼んだぜ、俺のドラゴンキラミー。挑戦者のマシンは友達と組み上げた特製カスタム。この注目の上流くんは最高。レディー、スタート。悪くねえな。このまま最後まで走り切れるかな。こっから抜くぜ。なかなかやるな。マシンがうなりを上げている。順調な走りを見せている。このまま勝つ。マシンがうなりを上げている。上流くんのマシン、豪快な走りで一回転だ。強い。他のマシンが追いつけてない。レースの後半戦に突入。上流くん、見事な中点、余裕の突破だ。コースアウトには気をつけてね。いよいよファイナルラップだ。悪くねえな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。ご覧ください、トップ3でゴール。白熱した名バトルだったけど、この戦いをものにした。コースターにようこそ。
シンが戦いを挑んできたこのコース。このコースの主役は何といっても急カーブ。気を抜くと一発でコースアウトしちゃうよ。行くぜ、俺のズドンパチ。本日のライバルは注目の上流熱いレースのレディー。やりと思うなよ。あスタート。勢いよく飛び出した。順調な走りを見せている。最後に笑うのはわしじゃ。足元をすくわれないようにね。悪くねえな。安定した走りでコースを駆け抜けているね。このまま勝つぜ。このまま最後まで走り切れるかな。どんどん行くんじゃ。いい調子だ。何が起こるかわからないのがポケサーだよ。綺麗な着地がポイントだよ。早いな。他のマシンは追いつけてない。レースも後半戦に突入。カスタマイズが良かったな。コースアウトには気をつけてね。カスタマイズが良かったな。このまま最後まで走り切れるかな。このまま勝つ。いよいよファイナルラップだ。コースアウトには気をつけてね。悪くねえな。フルスロットルだ。ものの一致。俺の勝ちだ。白熱した名バトルだったけど、その戦いをものに。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。ドラマチックなレースをいつも見せてくれる私のお気に入りのコースだよ。今日はどんな奇跡が起こるかな。マシンが斜めに走るのがウォールゾーンだよ。巨大な壁を華麗に突破だ。頼んだぜ、俺のズドンパチ。この時を待っていたよ上流くん。これが私の集大成だ。全力で行くよ。注目の上流くんは青レーン。対するはこの私、ポケサーファイターだよ。勝っても負けても恨みっこなしでね。やるか。あスタート。私の走りについてこられるかな。やってしまった。バカな。まだまだカスタマイズが甘いね。まだ少し早かったかな。上流くん腕が鈍ったのかな。次の挑戦待ってるぜ。くそ、なんということだ。ありがとうございました。コースターにようこそ。このコースは一筋縄でマシンが斜め。行くぜ。
この時を待っていたよ。注目の、それではレースをレディースタート。私の走りについてこられるかな。この私を抜くなんて。君の力はそんなものじゃないよね。本気を見せてよ。いい調子だいい調子だよ。悪くねえな。この私を抜くなんていい調子だよ。止められねえ。これが私のフルスピードだ。いい勝負だね。完敗だ。おめでとう。やっぱり聴力もさすがだよ。おめでとう。俺の勝ちだ。いらっしゃいませ。ありがとうございました。コースターにようこそ。チックなレースをいつも見せてくれる私のお気に入りのコースだよ。今日はどんな奇跡が起こるかな。このコースの主役はなんといっても急カーブ。気を抜くと一発でコースアウトしちゃうよ。行くぜ俺のドラゴン。
付き合いで始めたはずが、今では時間があればポケサーカスタム。今日のために仕上げたというスペ注目の上流くんは、それではレースを開始するぜ。レディーゴー。スタート。勢いよく飛び出した。上流くんの気合がまるで伝わっているようだよ。ものすごいおっと飛び出しそうだよ。ものすごい粘りを見せた。やるじゃん。先行くぜ。順調な走りを見せている。上流くん、みんなの熱気が伝わってくるよ。上流くん、見事な中継、余裕の突破だ。何が起こるか分からないのがポケサーだよ。マシンたちがしのぎを削っているね。いい調子だ。現在首位、この順位を守れるかな。レースの後半戦に突入。いい調子だ。コースアウトには気をつけてね。芝生ゾーンだ。止めらねえ。あーっと、あーっと、先行くぜ。ついに上流くんがトップへ。嘘だろ。綺麗な着地がポイントだよ。悪くねえな。順調やな。足を踏み出せろ。フルスロットルでコースを駆け抜ける。あーっと、体勢が崩れていく。サポート。39度。上流くん、上流くん、コースアウト。これは悔しい。勝者はご覧の通り。あ、ありがとうございます。コースターにようこそ。ドラマチックなレースをコース調整中、カウントダウン、レディー、スタート。勢いよく飛び出した。まだ来れば、何が起こるかわからないのがポケサーだよ。止められねえぞ。大変な崩れていく。大丈夫なの？やってしまった。バカだ。勝者はご覧のありがとうございます。コースターにようこそ。このコースは、このコースの行くぜ。久中最高でーす。あー、スタート。勢いよく飛び出した。安定した走りでコースを駆け抜けている。ままかせ。足元を救われないようにね。悪くねえな。なかなかやるな。マシンがうなりを上げている。バカだ。上流くん、コースアウト。これは、勝者はご覧のた。ありがとうございます。コースターにようこそ。
シンがこの頼んだぜ俺のドラゴン月注目勝ってもレディーやるぞスタート敵男飛び出したいい感じカスタマイズが良かった足元を壊れないようにね順調順調飛びすぎ注意だよいい調子だコースアウトには気をつけてねレースが終わるまで結果はわからないよ。このまま勝つ。安定した走りでコースを駆け抜けているね。なかなかやるね。現在首位。この順位を守れるかな。そのまま勝つ。レースも後半戦に突入。なかなかやるね。安定した走りでコースを駆け抜けているね。安定した着地、上流くん華麗にクリア。カスタマイズが良かったな。シンがうなりを上げている。いけるぞ。嘘だろ。安定した走りでコースを駆け抜けていって、足を変えるラップだ。何が起こるかわからないのがコケサーだよ。いい感じ。カスタマイズが良かった。フルスロットルだ。上流君は2位。圧倒おめでとう。勝者はご覧の通り。ようこそ。このコースはこのコースポッチュミレディーカスト勢いよく飛び出した止められないコースアウトには気をつけてねなかなかやるね、足元を救われないようにねそのまま行けよ行けるぞマシンがうなりを上げているもっと走れ体勢が崩れていく大丈夫なのなんということだバカななんとここで総流くんが勝者はこれくそなんとあ助けておいあHehehehe
いらっしゃいませ。ありがとうございます。よし、行くか。ありがとうございました。いらっしゃいませ。はい、あの、いえ、何、いい加減にしてください。いいえ。
番だ。はい。いらっしゃいませ。ありがとうございました。おい、え、怪我なしだ。
Thank you.
いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。おい。おう。ああ。
まいな。よし、行くか。ありがとうございました。上流。さすが上流やな。あんな、それじゃあ頼むわ。上流、どれにするん？それじゃあ頼むわ。上流、どれにするん？
あんな？ああ、バッチリ頼むで。上流、どれにするん？それじゃあ頼むわ。ああ、上流、どれにするん？バッチリ頼むで。上流、どれにするん？ほんまに？あんな？よし、歌うか。
耳かっぽじいてよう聞きや。ラップリーズ赤目生まれ変わるのスーパーマッケ Let's fly high like a butterfly 欲に溺れ罠にはまり手足に絡む罪の糸絡みつくかい金魚すくいの網のように呪い羽は涙の雫で破れてゆく破れちゃってくらい今日はちょっと調子が。戦い握力ゼロの発揮
この歌を贈るぜ。夢中で貫いた偽りのジャスティス、握っていたはずの手はいつしかはぐれてた。巡る季節刻む時計道を泣きそうや。たかえた二人、So tonight 今夜もまた tonight ため息つく一人きりじゃ上書けない思い出。 Not tonight 近いの So tonight 場所で待つよ。こんな夜はお前に会える気がして、二人また歩いて行けるなら胸の古傷も頬伝う涙も笑い話に変えてみせるさ。この歌を贈るぜ。どれだけ深く愛したら俺に振り向いてくれるのかい。何度も傷つき泣かされてきたのに、まだあいつのことが好きなんて。幸せ色の人並みに涙よどうか埋もれてくれ。不甲斐ない寂しさ、ちっぽけなプライド、炙り出すような
ジングルベル、あの子が吹き消し微笑む姿、夢見ていたライターで灯したタバコにロマンチックな雪が降り積もる。さよならされない、もうすぐ愛しいあの子は、あいつの腕の中、さよなら降りない、プレゼントの配り先のない、あられなサンタクロース、世界中が愛で満ちる夜に、さよなら俺のサイレンラブ、サイレンラブ。時間食っちまった。おい、ん、よろしく頼む。ああ何、
頼みます。よろしく頼む。ちょ。すんじゃねえぞ。おい、
いらっしゃいませ。ありがとうございました。いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。おい、
いらっしゃいませ。ま、よし、行くか。ありがとうございます。よろしく頼むわ。ん？あ、いや。
は決まってる。
らく寝てろ。よし、行くか。ありがとうございました。おい。ああ。いや。
おう。いや。
ああ、どうもっす。ありがとうな。おい、
おい。ああ、どつき倒したのか。ありがとうな。あ？え？いらっしゃいませ。よし、行くか。ありがとうございました。